皆さんおはようございます。だいぶ楽になってきたソプラノ歌手曽根妙子です。今日沖縄はすんごい雨、台風ですね。私はいろいろと2週間ラジオ休みいただいて、でそれで先週からラジオをねやらせていただいてるんですけれども、この2週間私はずっと自分で歌ヨガの自分にぴったり合ったレベル1って言って自分で名付けてずっとやっていました。でこうやっぱり心でモヤモヤすることがあって、なんだろうって考えてたんですけど、やっぱりこうやって毎日ライブ配信を、前は私は体調がねいい時にやらせていただいていて、本当に毎日朝、はあ、今日はいけるかって言ってねやらせていただいてたんですけど、くじけてて、なんとか今日なんて言うんだろう、この時間に元気な気がします。やっぱ皆さんの前でこうやって配信するってなったら元気な姿を見せたいなと思っていたので、今日こうやって皆さんの前で配信できることを嬉しく思います。はい、今日私は台風で大雨ですけれども、私は自分が心がモヤモヤした時に、おーはーいでーすハロー How are you? そう、心がモヤモヤした時にはやっぱり歌で心を流すっていうのが私のやり方だなと思って、あ、グモーニンすごいデズだ。あ、デッキーさんも見てくれてる、ありがとうございます。そうで、なんか今日頭の中にずっと流れてる歌を頭の中でI'm good my darling So happy to see you, me too あ、リッキーさんおはようございます。そう、いつもよりはゆっくりですけれども、少しずつまたライブ配信始めていきたいなと思っていて、そうデズさんは私の UK の友達です。Thank you, Des. Des は、What time is it now? 何時だろう。もう遅いと思うよ。So, your t-shirt looks interesting. Oh, thank you. Girl. So, 私の頭の中にね、ずっと一粒の種っていう曲が流れていて、なんかこの一粒の種っていう歌はあるがん患者さんの方が一粒の種に自分がなりたいって言って、それを看護婦さんが聞き取って、でそれでやったんですよね。すごいいい歌詞で、いい歌詞っていうか、ずっと最近ずっと頭の中流れていて、でこうなんかこうやっぱり自分の中で歌ってるだけじゃダメなんだって最近思ったので今日の心歌として一粒の種っていう歌をね歌いたいなと思っています。ちょっと聞いてください、よかったら何かあるんだと思うんですよね。はい、一粒の種、一粒の種に一粒の種にちっちゃくていいから私も一度
一粒の種になるよ。出会って語って笑って泣いた。生きててよかったよ、あなたのそばでよかったよ。一粒の種は風に飛ばされどっかへ行ってしまうけれど、あなたへとたどる確かな道を少しずつ舞い戻って、丘の上からあなたにだけ見える、闇にも負けない光を放とう。ささやかな日々に愛をもらった、私にはそれができる。一粒の種に、一粒の種に、ちっちゃくていいけど、あなたにだけ気づいてもらえる種になる。痩せた鬼の涙を流さないで、震える声でも語りかけないで、私は笑顔であなたを見ている。私を愛すあなたを見ている。心配ばかりかけてごめんね、寂しい思いさせてごめんね、そろそろあなたを次の場所で喜ばせてあげるから。一粒の種に、一粒の種に、ちっちゃくていいから、命の種に必ずなるから、すぐそばにいるから。はいお聞きいただきありがとうございました。一粒の種。 This song is a cancer song って言ったらおかしい、なんて言ったらいいんだろう。誰か英語喋れる人いますかね、がんになってしまった人の言葉を元に作った曲でしたね。なんか私は心歌っていうテーマで演奏活動をしていて、今はコロナの影響と自分の体調の影響で少しお休みしながらゆっくりゆっくりペースでやっていますけれども、やっぱり歌は頭の中で歌うの多いけど声に出してこうやって配信するのはいいなと。いろんなこだわりがあって、やっぱ今までライブ配信外でやってたので、天気の日だけとか外でやりたいなとか気持ちいいところでとか思ってたんですけど、
そんなことよりも何よりももう歌詞を喋るだけでも私は朗読でも解放されるし、あとはやっぱ歌うのが一番いいんだなって自分の体に思いました。で、あ、皆さん聞いてくださってありがとうございます。 This beautiful singing it's heal my heart. thank you. So 今度ですね、8月の29日に FM ギノワンで石垣島と沖縄をつないで夜の19時からコンサートがあります。オンラインコンサートです。ぜひ聴いていただけたらなと思います。これはジロクサナエさんっていうピアニストと一緒にやるんですけど、八重山の民謡を演奏したりもしますし、花とかポップス、サトウキビ畑とかやります。はい、今日は一粒の種を聞いていただきました。で、私は歌ヨガっていうのも毎日自分一人でやったんですけど、やっぱみんなとやった方が楽しいなと思って、今日は皆さんと歌ヨガやってみようかなと思いました。はい、では皆さんよかったら見ている方一緒に歌ヨガやりましょう。ハムちゃんも来てくださったね。そう、今日は、ね、久しぶりに今日の心歌をね、皆さんの前で歌わせていただきました。では次は私がいつもやってる歌ヨガの一部分、下半身のとこだけやろうかな。This let's stretch with me. よしよし。運べるかな。そう、はい、私いつも歌ヨガ毎日朝っていうか自分が動ける時間にやってるんですけど、皆さんもよかったら立ってもらってやってもらえると思います。前に足を一歩出した時にぐーっと前にやってくるんですけれども、その時にやっぱり歌なんで息ブレスをね吐くっていうことします。This let's training with me if you can。 そうしたらぐーって足前に出した時に、私は歌ヨガのレベル1は5秒間息をスーって吐きます。そう、足下半身からなんでやっていくかっていうのは、本当に何て言ったらいい、歌はここの部分だけで、喉の部分だけで歌うんじゃなくて、下半身でグーって支えて歌うので、それで毎日トレーニングしてました。そしたら私の声量は体調が悪いにもかかわらずとっても大きくなりました。だから皆さんもぜひね、これ朝1回でもいいのでやってみてもらえたらと思います。じゃあ足前に押しながらスッて息吐いていきましょう。5秒間ね、3、はい、もう1回で最後は息吐き切る。 So let's breath training ね。3、はい、はい、逆の足、そうしたらもう1回グーッと前にして、足はつけてるんですよ、見えないね、まあいいか、いきます。3、はい、肝は息を吐くってことです。3、はい、そう、歌って息を吐くことでトレーニングなんていうの、息を吐いたら声が出るので、もうとにかく家の中で、もう今日みたいな嵐の日は家の中にいないといけないから、家の中で息吐くってことにやられるといいと思います。あとはもっと足を前に出します。グーってね、見えるか、よいしょ。Just watch you。 うまく動かせない。あ、そう、
まあいいですね。あ、顔が見えなくなっちゃった。そう、足大きく一歩前出して、とにかく息を体に、息を吐いた時に声が乗るので、息を吐けるのを強くしていくと声が大きくなったりとか、あの沖縄の人に教えてもらった綿力からがつきますね。一歩足前に大きく前出して、こう軽くじゃなくて大きく前出して、体の重さで息を吐いていく。やりましょう、一緒に5秒間ね。3、はい、もう一回、3、はい、はい、逆の足そう、結構大変なんです、自分の重さの自重で。だから体を使って声を出すっていうのをやっていくと、どんな体調の時でも大きな声が出るようになるので、ぜひやってみてください。大きく足開いて、3、はい、もう一回、3、はい、そう、こんな感じ、一個一個お伝えしていこうかなと思います。やめたりやったり、はい、あんま長くなってもあれなんで、今日は見ていただいてありがとうございます。お家の中でもできることと思って、まあ、コロナの今でもね、できることやっていきたいと思います。歌い技をね、リアルで受けたいなと思っていただいた方もしいらっしゃれば、9月の7日の10時30分から海南バス停の向かいにあります、小座信用金庫の、3階でね、あの歌い技が9月からは開始しようと思っています。私もこの8月に少し休ませていただいて、だいぶ回復してきましたので、あのまたね、やっていきたいと思います。皆さん、ぜひまたお付き合いくださいあ、でも私、その心歌音楽教室っていうテーマっていうかのでやってますけど、やっぱり心、一番初めにね、今日は一粒の種をアカペラでね、歌わせていただいたんですけれども、やっぱり心を伝えるための歌で、心はやっぱり思いだったりとか感情ですよね。そういうのを自分の本当大好きな歌だったりとか、今日感じてる歌をやっぱり朝一番に口にして出す。でその技術はどうやってつけるかっていうと、こうやって歌ヨガとかでブレストレーニングをして流していくことを使ってですね、やっていくと、私の心はもう今晴れやかですそう、多分この一粒の種っていうね、曲は本当はね、がんの患者さんの思いを綴った曲だけど、私は心配ばかりかけてごめんね、寂しい思いさせてごめんねっていうなんか歌詞とか、なんかこう今生きているってことって、先を感じた時に自分がこう、なんていうんですかね、もう先がないってもしなった時に自分は何をしますかってことをね、考えさせられるような曲だなって思っていて、こう、まあ、どんな時でも前向きにさせてくれる曲でもありますし、やっぱり今生きていて、今与えられているこの目の前のことってどんだけありがたいんだろうかっていうことも感じるために、私は今歌ったのかなって思いました。また配信したいと思いますじゃあまた皆さん、聞いていただいてありがとうございました。 YouTube にアップしてきます